ハロー YouTube、ニーハオヨークワン、リュンチューです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、ホアウェイのスマホのチップセット問題が起こる前から、ホアウェイのね、曲面ディスプレイでちょっと変えようかなって思っていたバイリンガルの僕が、皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない、そして日本のマスコミは、本当に変更報道ばかりか情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして中華ニュースを追ってみてください。はい、今日のね、中華ニュースなんですけども、最近ね、チップセット問題でファーウェイのスマホがね、消えていっているではないですか。もう本当にね、完全に消えたわけじゃなくて、ミドル、レンジの、そのスマホはねちょっと残ってるみたいなんですけども、まあ、ほぼほぼ消えたと。それでですね、中国国内ね、国産スマホがね、iPhone でね、混戦状態になっていると。で、大体 iPhone は同じぐらいで、それでね、他のスマホ のメーカーがね、まあ、注文がねたくさん来てね、今までね、なんか多くのそのなんていうの、スマホ売ってるお店とかがね、ホアウェイのスマホしか売らないよって、そういった、状況だったんですけれども、9月15日ね、チップセット問題、まあこれ以上ね、アメリカがね、まあ、台湾にね、まあまあ中国 のホアウェイに、チップセットを渡してはいけないと、そういった政策を打ち出したと。でね、そのあたりからなんていうの、まあまあホアウェイのねスマホが減っていって、要はね、他のねスマホね、OPPO とか VIVO とか、シャオミとかね、そこら辺のね、スマホメーカーにね、ガンガンね、注文が、来るようになったと。でね、一部ね、ちょっと頭の固い人ね、僕もね、ホアウェイのスマホいいと思うんですけども、ホアウェイのスマホを使わなければなんか愛国者ではないと。やっぱり、ね、どこにでもいるんですよね、こういう人っていうのはね。まあ、僕は製品のクオリティが良ければそれを使うという、スタイルなんですけどもね、ホアウェイのスマホはね、性能は良かったんですけども、まずインカメが、ダメだったのと、なんでこのメーカーはインカメを進化させないのかなと。ぶっちゃけ今ね、これね、 iPhone で撮ってるんですけども、iPhone の方がね、インカメの性能が良、かったんですよ。アウトカメラはね、まあホアウェイすごかったよねっていう感じなんですけどもね、まあ、インカメの方がよく使うんでっていう。じゃあインカメなんか別にほら、ノッチとかあってもいいから、インカメの性能上げてよって、僕はね、そのホアウェイのスマホに対して、ずっと思っていましたね。はい、それでね、まあ、そのおじいちゃんおばあちゃんとかね、特にホアウェイ愛があるということで、まあ、愛国心、でも愛国心って言ってるのに、なぜかね、他のメーカーのスマホじゃダメっていう、なんかわけのわからない感じなんですけども、そういったね、まあ、おじいちゃんおばあちゃんにはね、ロンヤオ、オーナーっていう、まあ、これ日本で出てないと思うんだけども、元ね、ホアウェイから、まあまあ、どっかがね買い取った、独立したオーナーっていう、なんかまあスマホのね、ブランドがあるんですけども、ここのスマホを元ホアウェイだよって言って、買わせるとかね、そんな風にやってるみたいですね。でね、まあ、このなんていうの、今スマホのメーカーね、VIVO とか OPPO のね、その人たちは、まあ、今は嬉しい状況にあるんだけども、なんかね、ライバルが消えたと。今までね、目標にしていた、ホアウェイが消えてね、ちょっと寂しいなっていうのと、まあ、いつ戻ってくるかと。戦々恐と、まあ、まあちょっとビビってると、なんかそんな風に、まあ、記事にはね、書いてあるんですけどもね、まあ、これからね、どうなるんでしょうね。まあね、スマホはね、まあ、中華スマホは結構ね、性能高いんで、まあでね、まあ、日本国内で買ったら大体ね、アンドロイドとか積んでるんで、あと価格もね、一回り安いんで、もしね、好きな人はね、買ってみてはいかがでしょうか。でね、ホアウェイはね、なんかなんつうのかな、まあ、しばらく、スマホはね、やっぱ厳しいだろうなみたいなね、感じなんでね、さっさとなんか他の、スマホにパッと、今まで使っていた人はね、乗り換えた方がいいと思います。で、中国のね、ネットユーザーの中にはですね、次のホアウェイの最新 のハイエンドスマホが出るまで、俺はこの今のホアウェイを使い続けるぞって、言ってるんですけども、お前何年待つつもりなんだよって、そういうふうにね、突っ込まれていましたね。
それでね、ホアウェイのね、スマホがね、出なくなってから、他のスマホのね、値段がね、上がってきたみたいなんですね。まあそんな感じでね、中国国内ね、ホアウェイ以外のスマホがね、混戦状態になっていると、そういった話でした。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。